はい、お疲れ様です。都内日本橋にありますフォトスタジオフォトグラフィックの高井マリアです。よろしくお願いします。本日の動画はですね、この背景紙、撮影の時に使う、背景なんですね。これ紙です。こいつがですね、結構いろいろ使っているうちに靴の裏をきれいにして撮影はするんですけれども、それでも汚れてきちゃうんですよね。でその時にここ紙を切ってですね、またこう新しく、して使っていくんですけれども、この作業がですね、結構一人だと意外と大変でですね、自分なりに工夫をしてどうやってるかっていうのをちょっと簡単にですね紹介する、動画を作りましたので、よろしかったら見ていただければな。あんまりこういう機会はないと思うので、他にスタジオをやられてる方とかですね、一人で作業しなきゃいけない方とか、よろしかったら参考にしていただければと思います。逆に皆さんこうやってるよとか、いい方法があれば教えてもらえると嬉しいですね。はい、それじゃあスタートしたいと思います。スタート。はい、ですね、背景紙、足元が結構汚れてるんですよね。ちょっと明るいので分かりにくいんですが、ちょっと暗くしますね。露出下げて、はい、こんな感じでですね、靴の跡がちょっとピントが合わないかな、よいしょ、靴の跡がこうついてる感じなんですよね。この辺とか分かるかな。はい、でこれをですね、紙を切りまして、またこう垂らしてですね、綺麗な状態にしていきたいと思います。それを切る作業ですね、そこをちょっと、これだけ幅が 2.7 メーター以上あるので、これを切断して、綺麗にこのように折り目をつけなきゃいけないので、これですね、端末をちょっと折り目つけてこう丸まらないようにしたりしてます。でちょっとこうクリップを使って重しとしてますね。はい、この作業をやっていきたいと思います。はい、まずはですね、これ基本は垂らしたまま作業します。まずはこいつを折りましょう。これあとコツはこのクリップですね、金属製の、写真をやる方はみんなよく知ってると思うんですけど、このクリップをつけたままこうやって折り込んでいきましょう。これ汚れている範囲内を、必要に応じてこれもっと垂らして、でもっと前に出してこう折り目をもっと、つけて、汚いところをこう切っていけるぐらいまで折りたたみましょう。よいしょ、こんな感じです。でこれ両端ちゃんときっちり合わせるようにしましょうね。はい、折れました。はい、続いてはカッターでこの折ったところをこう切っていきますね。切るときにちょっとコツがありますね。まずこのクリップ外して、で端っこからこうカッターでこう切っていきます。その時に、よいしょ、これ離してしまうとベロンと丸まってしまうので、ここのクリップを端っこに切った方の、切って垂れてる方の紙にクリップをパコッとはめます。でこう切ってって、よいしょ、カッター注意してくださいね。でこう切ります。でこれで離しちゃうとペローンと丸まってくるので、ここをクリップではめるということですね。はい、でカッターしまって、これで足元を
かないフィルターが切れました。これもっと幅を大きくとって、今日はちょっと、幅狭く切ってますけれど、ケチってるわけじゃないですけどね、これで OK です。はい、続いてはですね、このペーパーの端末に折り目をつけます。よいしょ。これはここでクリップで重りで止まってるので、このままこのように倒しましょう。そうですね、だいたい10センチぐらいですかね。まあ特に決まってないんですけれども、自分の場合は10センチぐらいこう折り込みます。内側に入って、ここ合わせて、ここでまたクリップで、よいしょ、端末を折り込みのところをこう止めます。でそのまま、これはもうこうやっていくしかないですね。このように逆側まで折り進んでいきます。でこちらもクリップで止めると。はい、これで折り込みができたので、ちょっと端末が厚く、折り重なって厚くなって、少し丸まりにくくなる感じですよね。はい、で続いてテープですね。これは自分の荷造り用のこの透明のテープを使ってますけれど、まあ正直何色でもいいのかなと思います。まあできればまあ透明がいいのかな。うん、ちょっとガムテープだとみすぼらしいっていうのもあるので、まあできれば透明のテープがいいのかもしれないですね。はい、じゃあこれを使って折り込んだところをそのまま、テープでつけていくということになりますね。これ折り込み、自分はこっち側にしちゃってるんですけど、内側に折れれば折ってもいいんですけどね。でもちょっとそれだと作業性が悪くなるので、自分はもうこっち側に、内側に折ってしまってます。でこの重ねたところを、テープで止めていく。この荷造り用のテープはハサミで切った方がやりやすいですね。でこの端っこもきれいに切って、これで、はい、これで終了です。はい、今回はですね、まあ、かなり短い動画になりましたけれども、背景紙の切り方ですよね。こうやって、まあ、もう背景紙は消耗品なので、どん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 こう汚れてこう切って、また新しいのを垂らして使っていくという使い方になるんですが、まあ、その背景紙の切り方ですね、一人でやると結構大変だったりするので、コツはですね、こう垂らしたままやるっていうのがまず一つのポイントになりますよね。あとはこの、よいしょ、このクリップを活用するということになります。それとなるべく広いスペースですね、撮影するときに置いてある機材はなるべく、まあ、あっちにちょっとはけておいて、で、それなりに広いスペースを作って作業するということが必要になりますね。でこのクリップはまあ普通に日経紙を垂らしているときも重しとして、使っているので、まあかなり便利に使えるようになってますので、必需品になりますね。はい、こんな感じで、今日の動画いかがだったでしょうか。まあ、非常に簡単でですね、まあ、でも意外と、スタジオをやってらっしゃる方は、まあ、なんか苦労を分かってくれるのかなっていう気がします。もっとなんか簡単にできるやり方があったら逆に教えていただきたいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様です。